で、もともとは羽はこういうワシの翼的な羽がついてたんだけども、これがまた中国からコウモリの、中国ではコウモリ縁起がいいからさ、コウモリの図像の陶器とか入ってきて、こっちの方がかっこよくねみたいなことになって コウモリの翼にだんだん変わっていくというわけなんですよ。そんな感じなんですよね。で、こんな感じで龍って、中国ではさ、日本でもだけど縁起がいいもんじゃん。縁起のいい神獣じゃん。で、中国じゃもう皇帝の象徴じゃないですか。日本でも天皇の象徴じゃないですか。昔陛下のお顔のことを龍眼と言ったものですよ。ところが西洋ではギリシャ・ローマ神話でも必ず英雄に対峙される悪いやつだし、もう聖書に至ってはもう悪魔とほぼ同義、悪いやつなんだよ。そんな中で数少ない例外があって、しかも黙示録ではもう完全に悪魔と同じ意味であるレッドドラゴン、赤い龍がいい龍になってる場所が 一箇所だけあるんだよ まあ他にもあるのかもしれないけど、有名なとこが一個あるんだよ。イングランドの旗見てピンとこなかったっていうことは、関はあんまりサッカーとかラグビーには興味がないか？いや、サッカー好きなはずなんで好すきけど、か？じゃあこれはどこの旗か分かる？佐々木は分かった？はい、どこ？ウェールズです。そうなんだよ。